オーストリア・ハンガリー帝国海軍は、オーストリア・ハンガリー帝国の海軍である。帝国が解体される1918年まで、存在した。ドイツ語古庄の経由形とは、ケッツリック・ウンとコニグリックの略語であり、帝国と王国を意味する定冠詞である。これを省略して、単に、クリークスマーリーナと表記すると、ナチス時代のドイツ海軍を指す言葉となってしまうので、 注意が必要。プーラ軍港のオーストリア・ハンガリー、帝国海軍官邸。ハプスブルク君主国オーストリア帝国は、そのハントに、アドリア海沿岸のイストリア、トリエステ、ダルマチアなどを含み、これらの地域は、海運、商業活動などで繁栄した。このような帝国内の海上活動の保護のため、18世紀末頃から、帝国はこれらの地域の海港を根拠地とする海軍を、 保有していた。1864年の第二次、シュレースビヒホルシュタイン戦争においては、北海まで出動し、デンマーク海軍と交戦した。この時のヘルゴラント海戦は、寄贈艦同士の最後の大規模な海戦であった。そして1866年の広潮戦争では、装甲艦同士の最初の大規模な海戦である、リスサ海戦で、 イタリア海軍主力を撃破している。1867年のアウスグライヒにより、オーストリア帝国がオーストリア・ハンガリー帝国に改組すると、海軍も二重帝国の共通軍隊として位置づけられることとなった。主な活動海域はアドリア海で、主要海軍基地と主要造船所は、ポーラ、トリエステ、フィウメ、カッタロにあった。地理的には、 地中海への出口をオトランと海峡によって訳されており、この海峡の政海権確保が重要であった。第一次世界大戦においては、隣国イタリアが連合国側に加わって敵対国となり、全体として劣勢とはなったものの、アドリア海では潜水艦により連合国側海軍の行動を抑圧し、比較的自由に行動できる状況を得た。このような状況下で、 主力艦については、原存艦隊主義をとって、戦力の維持を図る一方、巡洋艦や駆逐艦、水雷艇などによる、イタリア半島、バルカン半島西部各地への沿海域作戦も実施された。連合国側海軍は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍のイオニア海、地中海方面への進出を防ぐためを取らんと、海峡の封鎖を行ったが、 オーストリア・ハンガリーの潜水艦は、この封鎖線を越えて、地中海方面へもしばしば行動した。国内の根拠地には、ドイツ海軍の U ボート船体も展開した。このほか第一次世界大戦期においては、主に飛行艇や水蒸気を装備した有力な海軍、航空隊が編成されており、イタリアに対して、積極的に、作戦行動を展開した。 第一次世界大戦の敗戦により1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が解体されると、オーストリアとハンガリーは共に内陸国となったため、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の艦艇や軍人は分裂した諸国や戦勝国へ分割され消滅した。ありがとうございます。